農作物を守り、害獣よけロボット、スーパーモンスターウルフ。奇抜な狼の姿も、奇妙な音声も、目を光らせるのも、すべては農作物を守るため、スーパーモンスターウルフを前にすると、鹿も、熊も、猿も、動物たちは、音と姿に驚いて逃げていきます。動物たちがロボットになれないように、音声は50種類以上を収録しています。狼の鳴き声、人の声、イノシシの悲鳴、さらにはこんな声も、さまざまな声を出すことで、動物たちは人や天敵の気配を感じて逃げていくそうです。このロボットは、急増するイノシシによる農作物の被害に悩む JA 木更津市が提案し、音や光で害獣を駆除する機械を開発していた北海道の町工場、太田製機が開発しました。体長は65センチ。センサーで獣を感知。太陽光で動きます。イノシシが来ないから、いっぱい出すぎちゃって、取るのが大変みたいだし、貢献はしてるんじゃないかと自分で理解してますけどね。スーパーモンスターウルフの威嚇範囲は、およそ1000メートル。その範囲には害獣たちは近寄らないと言います。現在は他県からも100件近くの問い合わせがあり、スーパーモンスターウルフを改良したウルトラモンスターウルフの開発を進めているそうです。